どうも、こんばんは、エデムです。今回は東京グールリインボーク、最強降臨シラズ討伐クエストをやっていきたいと思います。フェスゲンのシラズですね、めちゃくちゃ強いやつが、最強降臨で、出現しましたということで、毎度のことですかね。はい、今回はこのパーティーを使ってやっていきたいと思います。ムカデ真ん中、左、暴走排水、右、撲殺サイコで、ムカデの後ろに、水タイプの、フェスゲンカネキで、サイコの下に、プレミアム出てくる、バフかけたり武器、耐久値削ったりできる万能な排水で、後ろの左に回復要因のひなみということで、まあ正直排水とひなみは出すタイミングはあんまないのかなと。前衛の3人と水カネキぐらいかな。やっていきましょう。水カネキかなりドンピシャでね、ハマってると思います。相手火属性なんで、多分どうせ単体でね、出てくると思うんで、単体でスキル打てる水カネキはかなり、でもこれあれか、覚醒後ってどうなるんだろうな。覚醒後は前衛なのか。とりあえず打ちますか。ムカデでいいかな。何でもいいか、どうせスキル打てるようなブレイクしたら。あんまね、最近この誕生日カネキとかこのフェスゲンカネキみたいにカグネをガーッと発動させる気を使ってないんで、さあ相手にカグネ発動させられる前にガンガン消していきますか。できれば水カネキも使いたいね。報告なんだけど、撲殺最高の熟練度をですね、20にしました。100% まで持っていってね、こいつがどれだけ使えるかっていうのをちょっと見てみたいんですけど、なかなかまだまだね、道のりは長いですね。フェスゲンじゃないからいつでも出るってわけじゃない、年に1回もしくは誕生日リバイバルが来た時にしか引けないんで、誕生日リバイバルってなったらまたあれだよね、長いよね、長いよね、いっぱいいるよね、他にも。だからなかなか誕生日リバイバルしかない、単体でピックアップされてる今でしか、効率がいい時はないんで、本当に誕生日最後欲しいってなった時にまた1年待たなきゃいけなくなっちゃうんで。相手硬くないねえ。後ろのこれ出してもいいよ。あいつ硬くない？オーケー。次のターン、次のターン倒せんのかな。でもムカデとこのフェスゲンカネキのスキルがあれば、おお、壁出しやがったあいつ。待て、敵全員の武器耐久値前、うわ、サイコとハイセいったんだが、マジか。ちょっと待て待て、これ通常攻撃で武器耐久値下げてくるんだけど、やばい。待って、死んだんだけど、嘘だろ。おいおい、待てマジかよ。おい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 、マジで言ってる。これ初見で言ってさ、負けた人多いんじゃないかな。俺これ負けるかもしんねえわ。シフト使えねえ、マジか。おい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 、これ下手に耐久とかやらないで初っ端から削った方が良かったのか。こいつはきついや。マジかよ。かわいい。シュート使えないきつい。マジかー。まさかフェスゲンのカネキは死ぬとは思わなかった、正直。これムカデとヒナミ死んじゃうよな、スキル来たら。普通削られてブレイクしちゃうかもしれない。やべえ、これうわー、これはやられたわ。ムカデやめて、行きさして、ハイセン来て、おお、ムカデやられるか。ハイセンも行くと、強いわ、これは。まさに最強。その名にふさわしいクエストだった。久々に燃えるね、これは。ということでですね、久
しぶりに負けたわ。はい、ということで、皆さんどういったパーティーでクリアしたんだろうか、1ターンでクリアとかした人いたら、あ、よかったらコメント欄ですね、まあ、こんなキャラで、クリアしましたみたいなのを残していってください。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。つえーな。